今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ、芸能スクープ事務所です。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは、ジャガー横田衝撃の真相でございます。もともとは女子プロレスラーとして有名だったんだ。あの頃はプロレスブームの影響もあって大人気だったんだぜ。夫婦でよくバラエティ番組に出ていたわね。鬼嫁と清和な夫のやりとりが面白くて、お茶の間の笑いを誘っていたわ。その夫婦の関係ですが、実は私たちが想像しているものとは違うようなのです。それはどういうことなのか深く探っていきましょう。ゆっくりしていってね。ジャガー横田さんの本名は横田里美さんといい、結婚して名字が木下さんに変わっています。1961年生まれで東京都出身です。とび職の父、専業主婦の母の間に生まれ、4人姉妹の末っ子でした。上に3人もお姉さんがいたのね。きっといつも賑やかで退屈しなかったかも。父親は酒乱だったため、いつも母親の体にはたくさんのあざがありました。そんな生活に耐えられず母は離婚することを決意し、3番目の姉とジャガーさんを連れて群馬の実家に帰ります。上のお姉さんは連れて行かなかったのか。きっと働いていなかったお母さんに4人の子育ては不可能だったのよ。苦渋の決断だったに違いないわ。上の姉たちは児童養護施設に入所し、しばらく後父親が他界しています。一方のジャガーさんは東京へ移住し、新しい生活を始めます。生活費を稼ぐため毎晩居酒屋で働く母を見送り、留守番する生活でした。女で一つで子供を育てるのは大変よね。ジャガーさんも家族がバラバラになった上に、お母さんとも一緒に過ごす時間も減って寂しかったのね。やがて母親は働いていた居酒屋で、11歳年下の電気関係の仕事をしている男性と出会い、再婚することになります。めでたいことだが、ジャガーさんからすると複雑な心境だっただろうな。亡くなった父親をまだ慕っていて、新しいお父さんを受け入れられないってこと？それもあるけど、過去のお父さんのように暴れたりしないかって警戒することもあったかもしれないぜ。はじめはそういう気持ちもあったようですが、彼は大変優しく誠実な人で毎日一緒に暮らすうちに慣れていったとジャガーさんは話しています。でも思春期の子って、いくら正しいことだとわかっていても、素直に認められない時ってあるものよ。血のつながりがない人と一緒に暮らすのは相当勇気がいったと思うわ。ジャガーさんが男性を父として信頼できるようになった出来事がありました。実は両親の再婚が原因で、学校でいじめに遭ってしまいます。彼女にとって、とても辛いことでした。あの時代では再婚する人は珍しかったからな。今でも子供の名字は学校を卒業するまで変えない人は多いんだぜ。そのことを知った男性は学校に出向き娘がいじめられていると訴えました。校長先生は否定しましたが、自分は父親だから娘がいじめられていることなんて見なくてもわかる、と言い放って引かなかったそうです。お母さんじゃなくて、結婚して間もない彼が学校に向かったなんて、なんとも心強いわ。この出来事があってから、ジャガーさんは本当の親子として受け入れることができたと話しています。そして部活では卓球部に所属し、大会で優秀な成績を残しました。へえ、球技も得意だったのね。高校のスポーツ推薦を得るほどの実力を持っていましたが、家庭の経済的負担を軽減するために推薦を辞退します。そんな時、雑誌に載っていた女子プロレスラーの募集案内を見つけたのです。偶然に見つけたものが将来を大きく変えることになるなんて、この時は思ってもみなかっただろうな。これなら自分にもできると応募し見事に合格したジャガーさんは、16歳で全日本女子プロレス入りしました。卓球の練習をしていたから基礎体力はあるだろうけど、プロレスの練習って大変そうだわ。ジャガーさんはプロレスに向いていたのかしら？彼女は身長160センチ、体重 58kg と小柄なため、レスラーとして体格には恵まれていなかったものの、その気迫迫る姿は女子プロレス界一のストロングスタイルと評されています。テレビで見てもそんなに小さく見えなかったのは、気迫で大きく見えていたんだな。また目鼻立ちが整っていたことから、美人プロレスラーとしても話題になりました。1977年6月に全日本プロレスでデビュー戦を飾ることになるのです。同じ頃に、アニマル浜口さんの愛娘の浜口京子さんもデビューしているわね。デビュー後のジャガーさんは悪役レスラーとして一時代を築きました。そして初代シングル王者、第29代31代 WWWA 世界シングル王者、などのタイトルを所持しています。世界でチャンピオン2回だなんて驚異的だな。でも激しいスポーツだしいつまでもってわけにはいかないよな。プロレスってどのくらいの年齢まで第一線で活躍できるんだ？
当時は25歳前後になると実力があるレスラーも扱いが悪くなり、会社と揉めて辞めるパターンが多かったそうです。大体25歳を境に選手生命を終えるレスラーが多かったと言われています。扱いが悪くなるってわかりやすいわね。ジャガーさんの場合も当てはまったのかしら？彼女が引退の時期を相談したところ、能力はあるのにそれに見合った生活レベルでないことを指摘されました。そして最低300万円は貯めるようにと言われたので、ジャガーさんはそれに従い貯金をし、その10ヶ月後に引退を決めました。ジャガーさんが引退したのは、年齢が理由だったのか？ジャガーさんの場合、右肩の怪我が原因でした。1985年12月に現役引退を発表し、翌年の2月デビルマサミさんを相手に引退試合が行われています。デビルさんってプロレスしながら歌手デビューもしているのよ。女子プロ随一の歌唱力とも言われていたわ。ジャガーさんは引退後、テレビ解説とコーチに転身し、アジェ・ホングなどのスター選手の育成に励みますが、女子プロレスの人気低下により、資金に余裕がなくなった会社からコーチを解任されてしまいました。世界チャンピオンにまでなった彼女を、どうして手放してしまったのかしら？10人入れて1人育てばよいという会社の考えと、どんなに出来の悪い弟子でも親身になって指導したい、と思うジャガーさんとの間に溝ができてしまったからです。せっかく有能なコーチなのに、そんな理由で解雇なんてもったいないわ。ジャガーさんは解任後、アクション女優やローラーゲームの選手などで活動します。かつての名優ミミ・ハギワラさんの事務所に所属しミュージカル女優を目指したこともありましたが、すべて挫折しています。ミミ・ハギワラさんはタレント業からプロレス界に来たセクシーレスラーとして人気だったんだ。引退後も女優業やグラビアで活躍していたんだぜ。一度はリングから遠ざかっていたジャガーさんでしたが、1994年に復帰を宣言しました。選手生活をしながらコーチも兼任していたある日、リングドクターをしていた木下博勝さんを紹介されたのです。ここで二人は出会っていたのね。リングドクターっていうのは、試合前の選手の健康状態のチェックや、試合後の傷やダメージの判断、怪我の処置など、日頃の健康管理を行っているんだぜ。ジャガーさんの彼に対する第一印象は、気持ち悪いで、本人にもはっきり伝えてしまうほどでした。仮にも東大病院のお医者様なのに、声に出しちゃったの？木下さんがちょっと気の毒になってきたわ。木下さんは選手の誰にでも、分け隔てなく接するジャガーさんにとても好感を持ち、2回目に会った時には結婚を前提にした交際をしてほしい、と求婚しているのです。ジャガーさんがもっとひどいことを言ってないことを祈るぜ。ジャガーさんは何度も断りましたが、木下さんの推しに負け、2004年7月結婚式を挙げました。中卒のプロレスラーとエリート医師って異色の組み合わせだったから、大きな話題になったわね。結婚後は徹子の部屋をはじめとするバラエティ番組に夫婦で出演し、たちまち人気者になっていきました。ひ弱な夫と鬼嫁として繰り広げられる二人の話が面白かったよな。2006年5月には、ジャガーさんの妊娠が判明します。そして43歳の時、ハワイで息子の大志くんが誕生しました。高齢出産だったからか、彼女自ら親バカっぷりを公表していたな。テレビでもその出来合いっぷりが流れていたわね。2007年4月には講談社主催のナイスカップル大賞を受賞して話題を集め、相変わらず円満夫婦だと思われていましたが、その半年後に北海道のすすきので、木下さんが30代の女性とデートをしていたことが週刊誌に掲載されました。え？絶対不倫するような人には見えないんだけど、木下さんが札幌のクリニックに週1回診察する前の日、その女性と会っていたらしいんだ。この不倫騒動は疑惑としてすぐに沈静化されましたが、2014年に沖縄に出張の際、キャバクラに勤務する34歳子持ちの女性との密会が報じられたのです。札幌でスクープされた時に懲りなかったのね。初めは否定していた木下さんでしたが、女性の携帯電話に彼からの好意を寄せるメッセージが残っており、それが SNS に公開されると言い逃れができなくなってしまいました。ああ、初めの時にやめておけばよかったのに。さらに週刊誌には、彼女に夢中だった木下さんが、勤め先を辞めることを条件に生活費を毎月20万円渡す、と約束したことも掲載されていました。いわゆる愛人契約ってやつだよな。木下さんはメッセージの内容は冗談だったと釈明していましたが、相手の女性は週刊誌の取材に対し、彼は私に、経済的な心配はないから二人の子供を授かって将来は医者にさせようって言ったんです。と話していたのです。そして彼女にカルテの指輪まで送っていました。気持ち悪、本当なら横田さんに対して許されない裏切りだわ。ジャガーさんの所属事務所にまで取材の手が及びました。
当時不妊治療中だった彼女が、夫を信じていますとだけコメントを出しています。精神的にも身体的にも辛い時に、こんな真似されて、本当なら腹渡にえくり返っても不思議じゃないんだぜ。木下さんが責任ある立場なので自分が騒いで迷惑をかけてはいけないと思ったようです。彼女の我慢強い対応により、しばらくして騒動は収まりました。家族がいるのに不倫相手に生活費を渡していたなんて、本来ならボコボコにしてもいいくらいなのに。ジャガーさんの器の大きさを感じるわ。木下さんはてっきりジャガーさんにベタ惚れしているかと思っていただけに、こんなに他の女性にちょっかい出すとは思わなかったぜ。その後は浮いた話もなく、番組で息子の大志くんの中学受験を密着取材が行われた時には、夫婦で熱心に応援する姿が見られました。テレビで何週にもわたって放送していたから覚えているぜ。大志くんの志望校は偏差値70以上のところばかりで、正直のところ合格は厳しかったのですが、ジャガーさんと木下さんは全力でサポートします。この様子が全国ネットで放送され、再び家族の絆をアピールすることができました。たくさん不合格を出しながらも、結果的にはいくつか合格したのよね。あれには感動したわ。息子さんが奮闘したおかげでジャガー一家は再び好印象なイメージを世間に与えたのですが、それから1年も経たないうちに木下さんのパワハラ疑惑が週刊誌に掲載されてしまいました。もう、何やってるのよ。不倫にパワハラなんて最悪じゃない。こういうゴシップを出すから、下火になった不倫疑惑もまた報道されるんだよな。内容は木下さんが勤めている病院の医師や看護師7人が、彼からパワハラを受けて退職に追い込まれたというものでした。7人も？随分多いぜ。木下さんは最初は事実無根と言って否定していましたが、それからすぐ録音したものが公開されます。誤解ということもあるけど、録音データがあるなら証拠として十分ね。その内容は、准看護師と共に往診へ向かう時の車内で、そういう風にドアを閉めたら耳がおかしくなるだろう。入って言ってるけど鼓膜が破れたらお前慰謝料払えんのか？医者の給料なんぼだと思ってんだ？お前に払えると思ってんのか？などと、相手を罵倒している木下さんの声がしっかり入っていたのです。テレビでは、器用なキャラクターでニコニコしているのに、裏ではそんなことをしていたのか。ネット上でも、裏の顔があったんだ。医師なのに他人を思いやれないなんて。といった声が上がっていました。ほんと、ギャップがありすぎて怖いわ。それだけではありません。准看護師が運転している後ろから、椅子を蹴ったり、頭を叩いたことまで週刊誌に掲載されていたのです。言葉だけじゃなくて手も出していたのか。これは問題だぜ。木下さんは事実を認めてメディアに対して、公開された音声は自分の発言であるとした上で、自分の言動や行動には行き過ぎた表現もあり、一人の人間として反省しているとコメントを出しました。7人を退職させたことについては責任を取ったのかしら？それに対してはわかりませんが、木下さんはほどなくして勤めていた病院を自主退社しています。それで責任取ったつもりでいるとしたら大間違いだと思うけどね。ネット上でも、家でもモラハラしてそう。優しそうなイメージだけど、奥さんには強く当たっていると思う。などといった憶測の声が多く上がりました。ジャガーさんは、木下さんの産後後ろを歩くような人だったんだ。実際、家では横田さんは魚の骨を取って木下さんに渡したり、ジャガーさんが骨折している時も彼が何もしてくれず、自身で家事をしていたことも明らかになっています。意外すぎるわ。典型的なモラハラじゃない。テレビと実生活の姿は二人とも、別人なのね。その後木下さんはテレビから姿を消しました。自身が持つ SNS の更新も一時停止したものの、こちらはすぐに再開したようです。ですがネットでは復帰を望まないコメントが相次ぎました。昭和の頃と違って、今ではモラハラには厳しい目が向けられる時代だからな。しかも医師という職業上、不信感を持たれるのは致命的だぜ。ジャガーさんも不倫やパワハラなど何度も離婚の噂を囁かれ、木下さんの姿が母に手を挙げていた過去の父親と重なり、悩まされたこともあったようです。そこで木下さん、今度は YouTube のチャンネルを作り視聴者からの質問に答えるようにしました。チャンネル登録者数は意外にも3万人を超えているのです。どんなことを質問されているのかしら？基本的には木下さんだけでなく家族みんなで出演していて、大志くんの高校受験のことや何気ない質問に答えるといった内容のようですね。家族と一緒に仲良くしている姿を見れば、また彼らに対するイメージも変わってくると思うぜ。共済家を演じていたジャガーさんですが、実際の彼女は子供の教育に熱心な良き母、医師の夫を支える良き妻ということがわかりますね。
考えてみたら、昔からどの後輩にも熱心に指導していた人なんだから、夫にだけ強く出られるわけがないのよね。これからも家族仲良く暮らしてほしいわ。ジャガー横田さんと夫の木下さんの関係は、世間のイメージとは全く逆だったということがわかりました。YouTube では現在も家族3人の穏やかな生活を垣間見ることができます。今後は息子である大志くんの活躍も期待できそうです。今日も閉店させていただきます。ミルでした。